こんにちは。そこそこまあまあのアトリ考察チャンネルです。今回につきましては最新話の本誌ネタバレがありますのでご注意ください。今回は223話で繰り広げられた A 級隊員のディベートについて考察していきたいと思います。ということで223話では嘘つきブロッコリーをテーマに A 級隊員の中でのディベートが繰り広げられました。まあそのきっかけとなったのはトーマの投げかけだったんですけども、自分が隊員であれば楽だからありというトーマの発言から、ブロッコリーの対応は果たしてありなのかなしなのかというあり派なし派に分かれたディベートがスタートしました。本日も朝まで。では223話の感想会でも取り上げましたけども、あり派なし派について確認をしておきましょう。アリハの発言をしたのはトーマ、マキリサ、月見蓮さん、レイジ、ミワ、北川舞、まあ、あと一条雪丸にゆいつかちゃんみたいな感じですね。で、まあ、どちらかというとアリ寄りですけども、感情的にナシ派なのは奈良坂で、どちらかというとナシ派なのはゆりさん、コナミ先輩、冬島、鳥丸で、片桐隊の天倉、桃園、あと賢者の立川みたいな流れですね。で、まあ、そのありなしの中でも発言のベクトルが若干違うところもあるので、発言のベクトルを少し分けて見ていきたいと思います。まずあり派の中でいくと、まあ、ルールの中で結果が出ているから OK でしょうといった発言をしているのが、まあ、マキリサと月見蓮さんとミワみたいな形ですね。で、まあ、あとリスクはあるんですけども、まあ、やり方として現状ではありでしょうみたいな感じのニュアンスなところが、まあ、レイジと北川舞と一条雪丸、まあ、あとゆいつかちゃんといったあたりになりますね。で、まあ、なし派の中でも、まあ、どちらかというとこう自ら揉める要素を作って後々にリスクを残しているっていうような観点からダメと言っているのがゆりさんと鳥丸と桃園といった感じです。で、まあ、一方でメンタル攻撃に対してちょっとダメなんじゃないのみたいな感じのニュアンスのところが、まあ、コナミ先輩と、まあ、冬島と、まあ、あとは真っ暗みたいな感じですね。で、まあ、こうね、方向性がいろいろ分かれるわけなんですけども、じゃあ、まあ、なんでそこに起因するのかっていうところで、まあ、ここで改めて A 級隊員のミッションを整理しておきましょう。で、まあ、今回の A 級隊員に課せられたお題としては、一緒に遠征に行くのにふさわしいかどうかを能力あるいは人格の両面で評価をするということが言われています。で、まあ、その判断基準は個人に委ねられていて、まあ、能力なのか人格なのかっていう、まあ、ウェイト付けのところの部分だったりも特に指定はされていない状況です。まあ、なので絶対的な正解はないというところの中で、それぞれがどのような答えを持っているかということが重要なポイントになります。まあ、そこの中でもポイントとして2つあって、まあ、1つが部隊のマネジメントの方向性、まあ、これは嘘がありかなしかっていうことですね。まあ、そこに関しては隊長としての能力みたいなところの評価がされているようなイメージです。で、まあ、もう一方で個別の対応で、まあ、ここに主にメンタル攻撃のところになるわけなんですけども、まあ、ここについては、まあ、能力部分もあるんですけども、まあ、それプラス人格の評価みたいなところが軸になってきます。ということで、まず1つ目の、部隊マネジメントっていうところの部分の観点から見ていくと、で、まあ、この判断基準を少し言語化していくと、まあ、まず一つ目は現状でベストか、まあ、これはもう少し詳しく言うと、まあ、分かっている範囲の中でベストな対応をしていて、まあ、それが結果的にポイントを重ねているかっていうところが観点になっています。もう一つに関しては、先だけを考えてそれがベストなのかっていうような考え方だと思います。まあ、ここについてはまだ未知の状況が発生するというリスクを鑑みたときに、チームとしていい状態をキープしているのが重要なのではないかというような考え方だと思われます。ここについては遠征選抜試験での評価軸が決まっていないので、まあ、各隊員だったり派閥などの価値観だったりっていったところに評価する基準が分かれるということが想定されます。まあ、特にそのマネジメントの考え方の、まあ、対立が鮮明なラインとしては、まあ、三輪、月見蓮さん、マキリスあたりのところと、まあ、逆に、まあ、玉駒の中でもリュウジさんと鳥丸といったところの部分の違いがはっきりしていると思います。まあ、三輪たちについてはどちらかというと目標達成だったりとか、まあ、ルールの範囲の中であれば OK みたいな考え方になっていて、で、まあ、逆にゆりさんとか鳥丸については、まあ、チームワークだったり個人のことを重視しているというところの側面があるということと、まあ、後々にリスクを残すということが良くないんじゃないかっていうところの部分の考え方が結構違うところになります。で、まあ、特に、まあ、三輪と、まあ、ゆりさん鳥丸についてはその前の日のところの村上に対する評価でも、まあ、プラスとマイナスそれぞれのところで考え方が結構違ったりしているので、まあ、今回の件も含めてまあ、かなり価値観の違いが評価にはっきりしているということが言えると思います。で、まあ、その価値観の違いが根底にあるんですけども、まあ、それがマネジメントの観点でリスクに対する捉え方というところで違いに出ていると思います。
まあ、先々のリスクが起きるかどうか時代もわからないので、目の前の事象をまず裁くことを最優先といった考え方なんじゃないかなってイメージですね。一方でゆりさんや鳥丸の場合については、まあ、先がわからない状況なので、あえて後に問題になりうるようなリスクを抱え込むことで、まあ、仮にその後で別の問題があった時に、まあ、そこでですね、まあ、問題と問題が、まあ、合わせて併発をしてしまうと最悪の状況になりうるということの可能性は避けるべきではないかという考え方もあると思います。なので、まあ、いいチーム状態のままで、まあ、試験を進めていって、まあ、先々に起こりうるリスクに備えておくといったことの方が上策なんじゃないかというニュアンスがあると思います。でも、まあ、ここについては、まあ、ゆりさんが過去に最悪の状況を経験しているといったことももしかしたら関係しているかもしれません。続いて個別の対応、特にてるやちゃんへのメンタル攻撃の部分を見ていきましょう。まあ、これを考える上で分水嶺になる発言としては、過去体の北側前の発言が非常に重要だと考えられます。まあ、北側については、まあ、ルールや結果っていうところの部分も側面も大事にはしているんですけども、人やチームを見て評価をしているという部分があります。なのでちょっと三輪とかよりももうちょっと、マイルドな感じの見方をしているようなイメージですね。なんですけども、てるやちゃんをゆいがに置き換えた発言については、評価においては体調の能力と、まあ、個人の感情のどちらを重視するかというところのスタンスが、そういった部分では論理的なところを重視するという意味で明確に出ているとも言えます。まあ、ここについては、まあ、ユイガだったら言わないから OK でしょっていう論理的なところの部分と、まあ、ユイガがどうという話ではなくて、テルヤちゃんがかわいそうだという、まあ、個人だったり感情に対する評価っていうところで、まあ、境目が分かりやすくなっている部分です。まあ、そういったところの部分で、まあ、違いが出ているところについては、まあ、コナミ先輩や冬島と、まあ、逆にそこにバランスを取っているレイジだったり北川舞といったところの部分の違いが明確になっています。で、コナミ先輩や冬島については、目的とか結果っていうことの前にメンタル攻撃をしちゃダメでしょっていうところで、まあ、どちらかというと、こう、倫理だったりとか、まあ、感情的な部分のところの部分で、まあ、NG を出しているというところに対して、逆に、レイジや北川前については、まあ、目的が明確な上での対応なので、まあ、ありだろうというところで、まあ、この辺は隊長と隊員視点で分かりやすいというふうに言及されていた部分ではありますけども、まあ、ここについては、まあ、どちらかというと、アリ派のところについては論理性で考えているんですけども、ダメ派については、まあ、ゆいがうんぬんとかっていう話ではなくて、テレヤちゃんにやってること自体が NG というところの部分の違いがあるかなと思います。まあ、ただコナミ先輩と冬島のところでも違う部分があって、冬島の基本的なスタンスはどちらかというと効率派だっていうところは言えると思います。まあ、というのが、特に2日目の特別課題の村上の判断についてはクラッチ一択でしょうという形で、まあ、マイナスの評価をしているというところはあるので、まあ、基本的には考え方的には本来は三輪だったりとかっていう側の方に近いとは思うんですけども、まあ、ただ今回に関してはマネージメントというよりは個人の倫理としてのラインとして、まあ、水上が超えちゃいけない部分を超えたということで減点をつけたという印象です。まあ、なので基本的には結果効率重視なんですけども、メンタル系はダメという線引きを持っているということがわかります。まあ、ここが人に対してダメというよりは女子高生に弱いという側面が、ここで浮き彫りになっているのではないでしょうか。で、まあ、レイジについては割とやっぱ全般的にバランスよく見ているということで、1日目では全般的に加点をしているというような印象があります。で、まあ、個別で見ていっても小太郎と奥寺に加点をしていたりとか、まあ、あと2日目の特別課題についてもトーマのゾエさんに対する減点を、まあ、バランスを考慮して打ち消しているといったところがあるので、まあ、そういったところの部分から、まあ、かなり全体的なバランスを見た上で、フォローをしているというような印象です。まあ、チカちゃんの件とかを見ても個人のことを非常に大事にはしているんですけども、まあ、目的や理屈が明確な場合には冷静な対応をするということで、まあ、この辺についてはやはり玉駒の大黒柱といったところの部分だと思います。まあ、あとは感情的になし派だけども、まあ、方向性の部分で意見が分かれるというところについては、奈良坂は感情的にはデリアちゃん寄りだけども方向性の部分については認めざるを得ないみたいな感じのスタンス で、まあ、逆に桃園については、まあ、メンタル攻撃もダメだし、まあ、後に過去を抱えるようなねやり方はどうなのかなっていうゆりさんやトリマルに近いというようなスタンスではあるので、まあ、なのでまあ、マネジメント的な方向でのありなしっていうところと、まあ、あとはそういうどちらかというとこう人としてみたいなところの部分の対応の仕方っていうところで、まあ、結構二軸があるので、まあ、それによって割と4証言に分かれるような、まあ、割と印象かなっていう感じですね。まあ、あとはページの中でそんなに触れられてはいないんですけども、その辺のディベートが終わった後に各水上隊のところの隊員にそれぞれ、まあ、加点減点されているような状況なんですけども、それが分かるところと分からないところがあるのを少しクリアにしていきましょう。まあ、まず荒船については奈良坂と加古さんが加点をしていて、まあ、それ以外に誰かは分からないんですけども2人から加点をされています。で、続いてコンちゃんについては米や立川がプラスをしていて、あともう一人誰かしらが、加点をしているというような状況ですね。で、ブロッコリーについては一人がですね、まあ、林道なんでこれ多分ゆりさんだと思うんですけども、まあ、ゆりさんが加点をしていて、あともう一人誰かが減点をしているというような状況です。
あとテルヤちゃんについては、片桐と一条幸丸とおそらく字の形的に天倉なんじゃないかなということで、まあ、片桐隊の3人がプラスをしているということが考えられて、1人ですね逆に黒エフタバから減点をされているというような状況です。あと歌唱についてはトーマ、しおりちゃん、ゆいがコナミ先輩あたりから加点をされている形です。あんまりしおりちゃんが加点してるの見たところないので、まあ割と珍しいなっていうような印象ですね。で、まあそんな中で気になるところの部分としては、まず、まあゆりさんがブロッコリーの何を評価したのかっていうところですね。で、まあここについては、こんちゃんややらふでに言うことはできないのって言ったところに対して、まあチームが割れるやろみたいなことを言って、まあ疑惑的な振る舞いをしているということが分かったっていうことなのか、まああるいは歌唱やてるやちゃんのやりとりをまあ見守っているといったところで、まあそういったところのブロッコリーに人間味を感じてプラスしたのかみたいなところ、まああたりが該当するのかなっていうような印象ですね。まああと気になるところとしては、やはりてるやちゃんの何を思って減点をしたのかっていうところですね。あの一連の流れ見ていくと、普通の感覚だとあんまりマイナスするとかあんのかなっていうような印象なんですけども、まあここについては価値観の相違的な部分で減点をした可能性があるんじゃないかなってことが一つあります。で、まあ全体的にはブロッコリーがチームのまあどちらかというと和を乱すみたいな感覚に、まあ、なっているんですけども、まあ、ここ見方を変えると、まあ、チームの和を乱しているのはブロッコリーではなくて、まあ、体調に対して疑義を呈しているテルヤちゃんなんじゃないかっていう考え方をしたんじゃないかっていうことが一つあると思います。まあ、加古さんとの関係性を見る限りかなり体育会系的な感じがあるので、まあ、どちらかというと体調に対してそういった態度を取るっていうことがまあないみたいな、そういったところの部分が一つあり得るかもしれません。あるいはテルヤちゃんも有能な隊員なので、まあ、キトラと同様に何らかの理由で敵視をしているといったところの部分の側面があるかもしれません。まあ、続いて片桐隊がテルヤちゃんにそれぞれ加点をしているというところなんですけども、ここについてはテルヤちゃんの行動としては賢者としてブロッコリーを疑うというところからメンタル攻撃でへこまされて、まあ、自分も悪いところがあると反省をするといった一連の流れになります。基本的にはテルヤちゃん自身に非はないのに、まあ、自分で自制することによって、まあ、結果的に先々に禍根を残すような問題を解決をしたということに対しての、まあ、人格的な部分の評価をしたのではないかなというような、まあ、感じなのかなってイメージですね。片桐が他者に対して肯定するようなスタンスだったりとかで、まあ、雪丸と天倉もどちらかというとこう人に対してストレートに評価するような印象があるので、まあ、そういったところから割とテルヤちゃんをストレートに評価したんじゃないかなっていうようなイメージかなと思ってます。まあ、そういったところからですね、まあ、立場の違いだったりとか、まあ、それぞれの A 級の舞台の、まあ、価値観みたいなところの、まあ、違いであったりとかが見えてきたっていうところだったので、まあ、非常にね、キャラクターの個性が、まあ、よりまた分かりやすくなってきたっていう意味で面白い回だったなというふうに思います。まあ、といった感じでですね、まあ、次回も楽しみにしたいと思います。では今回の動画については以上になります。またよかったら次の動画でお付き合いください。ではどうもありがとうございました。